みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。1、2問目は2箇所の間違いで50秒、3、4問目は3箇所の間違いで60秒、5、6問目は4箇所の間違いで70秒の回答時間になります。だんだんと難易度がレベルアップしていきますよ。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。暑さがつらい女性のイラストですね。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず1つ目はスカートのシワが反対になっていました。2つ目はスーツのボタンが変わっていましたね。2問目です。ナイトプールのイラストです。2箇所の間違いを50秒で探してください。答え合わせです。まず1つ目は星が1つ消えていました。2つ目は女性の腕の下から見えている髪が消えていましたね。気づきましたか。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。それでは次に行きましょう。3問目です。レベルアップします。3箇所の間違いを60秒で探してください。カラフルな鼓笛隊員のイラストです。どこが違うでしょうか。
答え合わせです。まず一つ目は、洋服の星の位置が変わっていました。二つ目は、青い足が短くなっていましたね。そして三つ目は、クラリネットの吹き口が小さくなっていましたよ。4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。お正月のイラストです。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、犬の眉毛の色が茶色に変わっていました。二つ目は、袴のここが赤色に変わっていましたよ。そして三つ目は、門松の下が浅くなっていました。時間内に見つけることができましたか。それでは次に行きましょう。5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。時間内に見つけることができるでしょうか。もりもりご飯のイラストです。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず一つ目は、このご飯さんの向きが変わっていました。二つ目は、右下のご飯さんが大きくなっていました。三つ目は、左下のご飯が多くなっていましたね。そして四つ目は、ひらがなのんが伸びていました。気づきましたか？それでは最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。王様のイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。
答え合わせです。まず一つ目は、この男性の顎が変わっていました。二つ目は、洋服の模様が消えていましたね。三つ目は、王様の髪が変わっていましたよ。そして四つ目は、王様の衣装、白い部分が細くなっていました。見つけることができましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。おまけのイラストには間違い箇所が2箇所ありますので、20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。